4月から2020年度が始まりますけれども、それに先立ちまして、立川美術学院では春季講習会を開講いたします。その中の学科について説明いたします。日時は3月26日から29日、時間は17時から19時50分になります。えー、それぞれの日が80分かける 2 2の2コマににななり、り前半半がが英語語で、後半が国語になります。この国語にはえ普通の現代文もあるんですけれども美大小論文といいましてタワン美術大学が400文字の小論文を取材していますけれどもそれに関しても触れていきます私はえこの美大受験に関わってえ17年目になります ひとえに17年と言いますけれども、今年の高校3年生が生まれた年からずっとこの美大受験というものに関わってきました。特に私が担当している美大英語に関しましては、この17年という時間の中で膨大な分析と授業に費やしてきています。 その経験は誰にも負けないと思っております。この経験を踏まえて、最も効率的な勉強方法を提供し、最短で合格できるように導きたいと思っております。最小投資の最大効率、これをですね、え肝に銘じまして、授業をいつも展開しております。 早くからスタートを切ると、後々とても楽ですので、ぜひ春季講習会から参加してみてください。詳しいことにつきましては、立川美術学院のホームページやパンフレットをご覧ください。以上です。